ヨーダ。ヨーダ、ヨーダは、アメリカ合衆国の SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場する架空の人物、クリーチャーである。性別は男性。生ける伝説と称されるジェダイマスター。マスター・オブ・ジオーダー、ジェダイ評議会の長と、ジェダイオーダーの指導者である、グランドマスターを兼任しており、その権威の前では、同じマスター・オブ・ジオーダーであった、ジェダイマスターのメース・ウィンドでさえ、 妖蛇に意見を伺う一表議員の立場に過ぎなかった。身長は66センチメートルで、短い白髪とシワとを蓄えた緑色の肌に、質素な衣服と杖を持った小柄な老人の姿をしている。銀河系最高の剣士として知られ、とりわけ脚力は格段に発達しており、戦闘においてはライトセーバーを手に、縦横無尽に跳ね回る体術、フォーム4。 アタール、アタロ、アタルを駆使する。その実力は、ジェダイの中でも屈指のものであり、卓越したライトセーバーの技術と、その強力なフォースにより、史上最強と称えられ、かつての弟子である、ルークー伯爵や宿敵ダースシデアすら強大なシストも、互角以上に戦う上に逃げ腰に去るほどである。このフォースを操る術は、晩年になっても、ほとんど衰えず、 大型の戦闘機を持ち上げて動かしてもいる。種族に関しては、エピソード1で、ジェダイ表議員の一人として登場していた宿るという、女性のジェダイマスターがヨーダと同じ種族であることしか知られておらず、彼らの出身地及び種族名は、今のところ、公式には明かされていない。劇中では高齢により衰えた体力をカバーするために、フォースを自らに対して用いることでアクロバティックな、 動作を可能としている。また、体が非常に小さいため、ライトセーバーも小型サイズである。ライトセーバーの色は緑。ただし、ヨーダ級のジェダイマスターは、もはや、ライトセーバーを使わずとも十分に戦闘可能であると、言われている。実際、リューク空ャクとの決闘の時、ヨーダは、約数十年ぶりにライトセーバーを握ったとされている。およそ9世紀にもわたる、 長い生涯のうち、約800年以上を、フォースの導き手として、後進の育成に努め、主に年少のパダワン、弟子の指導に携わっていた。さらにジェダイ評議会の最長老として、誰よりも深い洞察力を持って、多くのジェダイたちをあるべき方向へと導いた。主な弟子に、ルーク・スカイ・ウォーカー、ルーク・白クダース・ティラナス、キー・コール・ワディー・コール・ムンディラがいるほか、 オビわン家の帯は直接の指定関係はないものの、実質的には、自家で指導用の扱いを受けている。銀が共和国末期、イニシエの予言にある、選ばれし者の可能性を秘めた少年、アナキン・スカイ・ウォーカーと、初めて対面した時ヨーダは、この少年が、ジェダイの修行を始めるにはあまりにも年を取り過ぎてるという判断を下す。ヨーダには、 アナキンの曇った未来が十分に予見できず、彼を訓練するには大変大きな危険が伴うと判断したのである。しかし、ナブルの戦いにおけるアナキンの活躍を知った評議会は後に彼の訓練に賛成し、ヨーダも他の評議員の総意に押されてやむなく以前の判断を撤回した。結果として、この判断は銀河の歴史を 闇が追い尽くす暗黒の時代へと変えてしまうこととなった。銀河の平和と秩序の維持に生涯のほとんどを捧げたヨーダだったが彼をもってさえしても質の暗黒教ダースシディアスパルパティーン元老院最高議長の野望を阻止することはできなかパルパティーンの正体が質であることさえ完全には見抜けなかったのである。ダースベイダーとなった。 アナキン・スカイウォーカーとクローン・トルーパーの反乱によって多くのジェダが非合の死を遂げる中中学からの助けによって難を逃れたヨうダは今や銀河皇帝となったシディアスに一騎打ちを挑む一進一退の激しい攻防が続くが次第に地の利をなくし勝ち目がないと悟ったヨうダはベールプレスター、オーガナの助けで辛くも逃げ延びるがシディアス・とベイダーによるジェダイガりから逃れるために 薄暗い未開のジャングルの広がる惑星だ5バの湿地帯で陰遁生活を送ることを余儀なくされた。そして皇帝パルパティーンによるジェダイ抹殺のもたらした混乱の中でヨーダに関する資料や記録のほとんどが失われてしまった。やがて帝国に反旗を翻すべき時が訪れるまでわずかに生き残ったジェダイたちはその時代の到来を待つこととなる。またその間に ヨーダとオビワンはすでにこの世を去っていた、クワイイコールガンジンら、新たなフォースの術を学ぶのであった。エピソード3のラストシーンではヨーダは、クワイイコールガンジンと交信しており、小説版では、君のアプレンティス、弟子になるというセリフが、それから約20年後、ヨーダが、どのようにして長く孤独なイントン生活を送っていたのかは、全く分かっていない。だが、 彼の役目はまだ終わりではなかった。アナキンの才能を受け継いだ息子、ルークが、遥かヨーダを訪ねてきたのだ。ヨーダは、生涯の最後の務めとして、ルークをジェダイとして鍛えることを決意する。しかしルークは、あまり彼の助言を聞こうとはせず、それどころか危機に陥る仲間を助けようとして、ヨーダの静止も聞かずに修行を中断して飛び出してしまう。その後重い病によって衰弱しきったヨーダは、 最後の弟子に、すべての事実を打ち明けると、自ら肉体を消滅させ、静かに900年の長い生涯を終えた。旧ジェダイオーダーの時代には、一貫して、総合にして幻覚であったのに対し、陰性の後の彼は、長い孤独や、自責の念からか、幾分、過度の取れた性格になっている。それゆえ、ジェダイの素質を見極めるために自らルークを試した際には、 終始滑稽な道景を演じ切って見せるなど、オーダー時代には見せなかった意外な一面も見せている。晩年には咳込む場面が増え、自身も悟っていた通りに、病で没するも、死して、なお霊体となり、ルークを後押しし続けた。やがて、エンドアの戦いでルークはベーダーに打ち勝ち、父を改心させることに成功する。禅の心を取り戻したアナキンはついに、パルパティーンを滅ぼし、 ここに選ばれし者の予言を成就させた。この戦いの祝賀会の最中、ルークは自分を見守るようだとオビワン、そしてアナキンの霊体をかいまるのであった。また、スター・ウォーズ・フォースの覚醒では、霊がルークのライトセーバーに触れ、フラッシュバックを体感する際に、ヨーダの声が挿入されている。セリフは、フランク・ーズにより新たに録音されたものもあるが、最終的に、 スターウォーズエピソードも帝国の逆襲のものが使用されている。劇中でヨーダの言うセリフ、トゥリノット、トゥアドゥーノット、ゼアイズノを捉え、やってみるではない、やるか、やらぬかだ、試しなどいらぬ、は有名であり、多くの作品に引用されているほか、イギリスの雑誌、ショートリストが選んだ、名作映画の名ゼリフ百選の1位に選ばれている。 ヨーダのモデルについてはデザインをしたスチュアート・フリー・ボーンが自分自身を元にして目をアルベルト・アインシュタインとミックスしたと DVD、ボックス、スター・ウォーストリラジーの特典ディスクで証言している。また、黒沢明監督の代表作、姿、三四郎のサイズチオとよく似た部分が多いこともよく指摘されている。瀬戸川武は著書、無双の研究、 活字と映像の想像力の中で、ヨーダのイメージには老子が元にあり、また、アメリカで公開された映画、宮本武蔵の宅案も影響している可能性があると指摘し、名前の由来に関しては諸説あるが、明確な答えは公式には提示されていない。溝の口健次監督の中期から後期の脚本を手掛けた大阪芸術大学元、 映像学課長のヨダヨシカタであるという説は有名である。論拠としては、ルーカスが、溝口健二監督のファンであり、ルーカスから、ヨーダのぬいぐるみが、ヨダヨシカタに届けられたという話があること、ルーカスは、あなたの耳は面白い形をしていると、ヨダ教授に言ったこと、取材時に、ヨーダのモデルはあなたですかの問いに、ヨダ教授が笑って、答えを返さなかったこと、 などが挙げられている。イギリスの映画評論家、トニー・レインズは、日本の脚本家、ヨダ・ヨシカタが、ヨダのモデルであると発言している。レインズは、ヨダが、サンフランシスコのフィルムアーカイブで講演した際、フランシス・ F ・コッポラが聴講した後、ヨダをルーカスに紹介したのが、ヨダとルーカスとの出会いであるとしている。この件に関しては、ルーカスも認めているとレインズは語っている。 つまりこの講演会がルーカスとヨダを結びつけたという。この講演会については、ヨダの実の息子であり、県大阪芸術大学芸術学部教養課程、主任教授であるヨダヨシミギも、その事実を認めている。なお、ルーカス本人は1999年6月2日の来日時の記者会見で、伊藤重里の発した、ヨダの元は、ヨダさんですかとの質問に対して、 ノート明確に否定している。また、ヨダ、ヨダという性の日本人女性がヨーダと間違われ、実名が原則の SNS サイト、Facebook の登録を拒否されたという事例が発生している。スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲の制作は1979年より始まっていたが、スチュアート・フリーボーンによるデザインのみが決まっていたヨーダを現実化する方策を、 ルーカスフィルムは持っていなかった。この問題の解決に当たったのが制作者ゲイリー・カーツだが彼はマペット映画で知られるジム・ヘンソンの元を訪ねヘンソン社の協力を取り付けた。ジム・ヘンソンは当時セサミストリートマペットショーなどのテレビ番組制作に並行してマペットを使用した本格的なファンタジー映画の制作を準備中でこの制作チームの中から フランク・オズや、ウェンディ・ミッドナー、キャスリン・ミュレンをはじめとする人形制作チームが、ルーカス・フィルムの撮影現場に加わり、ヨーダのキャラクターを実現することとなった。ヨーダは、ラテックスの皮膚を持つリアルな人形キャラクターの原型となったが、これらヘンソン社の造形、創演チームの努力は後に、映画、ダーククスタルとして、結実することとなる。なお、ヨーダの声の担当として、 多くの候補がオーディションを受けたが、最終的にヨーダを創演した本人であるフランク・オズが担当することとなったことについて、極めて個性的な声ながら、彼以上にヨーダの本質を捉えている人はいなかったとゲイリー・カーツが語っている。日本語吹き替えは、エピソード1から3では長井一郎が演じているが、エピソード4から6は、たびたびキャストが変更されている。オリジナル劇場公開時。 エピソード5のみこそ、エピソード1から3と同じ長いの吹き替えであったが、現在発売されている DVD では、辻村雅人へと変更されている。CG キャラクターがバッコした、エピソード1でも一部を除いて、パペットで演じられたが、パペットは一度リテイクされ、NG 版は、ヤドルに流用されている、エピソード2、3ではついにヨーダもフル CG 化され、 半透明の材質を表現する新技術、サブサーフェイススキャタリングによりリアルな肌の表現がなされた。特にエピソード2終盤の従来のヨーダの印象を完全に覆したダイナミックなライトセーバー戦は CG ならではのものであった。一方、ライトセーバー戦の相手にとっては難しい演技を要求されるようになったらしく、エピソード3でヨーダと対決した。 パルパティーニ役のイアン・マクダーミドは相手が見えないので非に難しかったと語っている。なお、エピソードにラスト近くでヨーダがクローン戦争の始まりを告げるシーンはヨーダの表情になかなかルーカスの OK が出ず、イルムの CG スタッフの間では担当者がなかなか家に帰れないということで家庭不和製造ショットと呼ばれていた。年に発売されたブルーレイ版では エピソード1のヨーダもすべて CG に置き換えられている。最後のジェダイでは、最初のパペットの型を用いて、再びパペットが制作されている。バンダイナムコゲームスから発売された、対戦型格闘ゲーム、ソウルキャリバー4に操作キャラクターとしてヨーダと、ダースベーダーが特別出演している。デフォルト状態ではヨーダは、XBOX360 版、ダースベーダーは、 プレイステーション3版のみでしか使用できないが、ダウンロード販売でキャラクターを追加購入することで直接対決が可能となる。エレクトロニックアーツから2017年に発売されたアクションシューティングゲーム、スターウォーズバトルフロント2では、銀河共和国のヒーローキャラクターとして使用可能である。スターウォーズのヒットとともに、ヨーダも人気キャラクターとなったため、アメリカでは、 指導的な立場にある人格的に優れた高齢者がヨーダのあだ名で呼ばれることがある。例として90代ながら現役の国防官僚だったアンドリュー・マーシャルは国防総省のヨーダと呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。